新生 UWF の新弟子時代に、はい、うん、まあ、プロレスの話をしたのかしないのか、うん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 、したとしたらどんなプロレスの話をしたのかなというのは聞いてみたいですね。ね、してないと思います。してないんですか、うん、してないんですけど、はい、新生 U の時代はもうやっぱこう日々雑用に追われるわけですね。ふけと柿原がまあ主にメインの雑用は任されてるんですけど、その2人に、はい、で、まあ、その3人とはあんまりそういうプロレスの話はしなくて、はい、できない環境ですかね。でもまあ なぜかというと、もうもともと新生 UWF っていう団体スタイルがもう確立されてる中での入門志願者なので、プロレスの話はしなかったんです。この解散の時期にはしましたね。90年、うん、これは3つに分かれ、結果的には3つに分かれるんですね、はい、藤原組、ユーインター、リングスと、はい、リングスは一番最後だったんです、うん、で前田さんが解散宣言をして、はい、そこから若手がどう、うん、どういうふうな方向性に向かうのかっていうので、はいはいはい、僕とフケとカッキーと、うん、そこはねなんとなく話した記憶があるんですね。それ今後どうするっていうことですね、はいはい、で、うん、藤原組、うん、メガネスーパーが親会社で、うんうんうん、藤原組っていうのを その子会社として設立できるから、はい、そこに行かないかっていう話もされたんです、うん、僕とフケとカッキーが、はいはいはい、あの船木さん、はい、船木鈴木さん経由で、うんうんうん、でもその SWS っていうプロレス、要はプロレス団体なんで、はい、そこで僕とフケはUWF のスタイルが好きだったので、うん、はい、ちょっとそのなんていうんですかね、その SWS 側には若干の迷いはあったんです、うんうん、はいはい、でフケはこれ別にフケ選手の僕の選択とかフケ選手のその選択っていうのは個人の自由なんで、はい、フケ選手は割と藤原組の方にこうフケ、うん、船木さんと鈴木さんの誘いに乗った感じなんで、うん、はい、で僕とカッキーはちょっと半々でしたね、うんうんうん、はい、そういう話し合いはしましたね。あ、なるほど、うん、その当時からいわゆる準プロレス志向みたいのはあったんですかね、福井選手は。あ、あったと思いますね。 あったんですか、うん、だからまあこのつながってくると思いますね、うん、こういうそばとやったり、はいはいはい、さっき海外ドロップキックをね、披露したりとか、だまあみんなもともとプロレスファンだったとは思うので、そうですよね、だから田村清さんもやはり猪木さんや藤波さんに憧れてプロレスラーを目指した、うんうん、はい、福家選手や影原選手もやはりその、UWF だけではなくて、うんうん、通常のその新日本を見たりとか、うんうん、もちろんそうです、ね、プロレス少年の時期があったでしょうから、うん、はい、なんかそういう話は新弟子時代にしなかったのかな。あ、それはないですね。 なかったと思います。あ、そうですか、はい、僕と3人だから、フケと柿原はそういう話はあったかもしれないんですけど、ただね、あんまりしなかったような気がしますね。もう全然違うもんだと思ってたん でそんなもうこっちの世界入ってから多分そういう他の団体の情報だったり、うん、こうプロレスの中継を見るっていうのは僕はもうなかったですね。あ、なるほど、はい、シュープロパラパラっとこう見るぐらいで、はいはいはい、じゃあいわゆるその道場で練習する時も自分がどう強くなるのかっていうことにも重点を置かざるを得ない環境だっていうことですよね。いや、ね、強くなるっていうか、その日々に追われてたって感じです。あ、なるほどね、だから他の雑念を考える余裕がなかった。なるほどなるほど。だからもっと分かりやすく言うと、カッキーがベンチプレスをしてる時に、うん、はい、先輩がこうリストラップっていう布の生地があるんですね、はい、ここに手首につける、この布の生地をこう揺らして股間に当てるわけですよ、はいはいはい、真面目にやってるカッキーはいかんいかんと、その当時17歳ですから17歳若いわけですよ、はい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 、いかんいかんともう雑念雑念、はいはい、だからもうそれぐらい他に余裕がなかったです、うん、考える余裕が。
当時福家選手はどういう心境でやってたのかな。これには全く食いついてこないですこれまたカッキー会がありますからね、はいはい、カッキーのインタビュー会がありますから。あ、そうですね、はい、なんかとそういう方面の話になると、はい、もう止めどなく話が揃えていく危険を感じてしまうんですけれども、うん、ここはでも福家選手は福家選手のどうなんですかね。やっぱでもその礎というか、もともとはやっぱりそういう新生優でもう鍛え上げられたものがあったので、だからまあプロレスに行ってもその本来のこう強さっていうのはもう持ってる選手なんで、まあどういうふうになんていうんですかね、福家選手がこうプロレス団体に上がった時の、あ、実際上がってないと思うんですけど、まあ後々ね、あの、うん、上がりましたよね。ああ、後々そうですね、後々、はいはい、でもこの当時パンクラスに所属してる時にどっかまあ新日本プロレスさんとか、あ、それは国内は上がってないですね。そうですよね、海外遠征に行った時だけです、うんうん、でも上がれる可能性はあったじゃないですか、うんうんうん、だからそうですね、うん、どういう戦いをしたのかちょっと興味ありますね。場外乱闘とかもやったらしいですよ。ああ、そうなんですか、海外では、うん、ただその場外にこう放り出されて、うん、こうやっぱりああいうのも離れしてないと、うん、突然投げられても、うんうん、落ち方がわからないので、確かにそうですね、あの、うん、かかとを怪我したりとか、はい、結構しんどかったような話が出てましたけどね。出てました。どこにですか。そのパンクラス公式読本の福家選手のインタビュー、はい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 、そのインタビューが、結構評判が良かったんですよ。うん、それあります。ありますよ、はい、あります。ありますよ。ちょっと見せてください。ちょっと見せてくれませんか。いつですか。いつかわかりました、はい、ちょっと探してみます、はい、で、よろしいでしょうか。一回切りますよ、じゃあこれで。あ、ちょっと待ってください、はい、でその海外遠征の話が読者から反響が良かったという問いに対して、うんうん、あ、違うな、評判が良くて、うん、どちらかといえば硬派なパンクラスファンなんだけれども、うん、その中で福家さんみたいな許容範囲の広い選手は好きなんですよと聞き手が聞くと、うん、福家選手が、僕は普通なんですけど人によっては逃げてるやら横にずれてるやらいい人はおるみたいで、うんうんうん、でもなんぼ強くてもこのスタイルでやってる限り、うん、リングに上がれる回数は少なくなってきますよね、うん、だからあれ、ちょっと待ってください、はい、これ続いてませんか、文章の。一回これで切りませんか、新生優の。あ、これって今 何のスタートでしたっけ混乱してきたな。矛と盾、はい、パンクラス公式読本ですね、はい、持ってきてくれませんか次回次までに探しておきますと言ったと思うんですけど、はい、ここ目の前にありました大丈夫ですか。持ってきてるのを忘れてましたね。人のことを最初冒頭で僕のこと小馬鹿にしました、ね、いやいや、これね、あのね、パムちゃん の、うん、あの入り方が良くないです。まずあくびから入るじゃないですかいや、ちょっと待って、あくび入るってこっちに入ってないんですよ。そうですか。あくびをしてからちゃんとスタートしたんですから、うん、なんかもうちょっとスタートらしいスタートみたい、よーいスタートみたいな、あの論点ずらさないでこれです。衝撃プロレス海外修行初告白。あ、本当だ。場外乱闘一回やりましたよ。はははは。あ、これここですね。へえ。それがパンクラス公式読本として出された、うん、矛と盾の盾の方ですね。あ、こんな2冊同時発売だったんですよ。へえ。あ、すごい。あ、これもやりませんか。あ、いいですよ、はい、ちょっとこれ次回っていうことで。はい、わかりました。次回持ってこようと思ったけど目の前にあったんですよ。眼鏡をこうおでこに上げといて、眼鏡どこやったっけ的な感覚で、ね、探すの大変だなとさっき思ったんですけど。東大元暮らし、すごいですね。持ってきてたんですね。持ってきてたんですよ。この福家選手のインタビューを見て、うんうん、で海外遠征の話がちょっと載ってたんで、はい、これ一体何だったっけと思ってですね。で、下調べを、はい、下調べをたんですね。その下調べをしたということを忘れてましたはははは。もうね、80歳のおじいちゃんの縁側トークですよ、もうこうなるとそうですね、今回はもう
ボロボロですね。ボロボロですね。福江選手には申し訳ないんですけれども。はい、じゃあこれ一回切り、はい。え、切るんですか？いや、切るというか一回切ります。どっかに差し込みます。わかりました。はい。